モーデン駅は、マートンロンドン特別区、モーデンにある、ロンドン地下鉄の鉄道駅である。ノーザン線、モーデン支線の南の終点で、地下鉄網の最も南に位置する駅でもあり、北隣は、サウスウィンブルドン駅である。駅舎は、ロンドンロードにあり、トラベルカードゾーンは4に属している。モーデン駅は1926年9月13日に、 現在のノーザン線、モーデン市線のクラパムコモン駅以南が、当時のシティアンドサウス、ロンドン鉄道の新たな延伸線として開業した際に開設された。当時のモーデンは、まだ農村的性格の地域であり、駅は何もない農地だった敷地に設けられたため、設計者、チャールズ・ホールデンは、この延伸によって新設されたほとんどの駅よりも広い空間を使うことができた。 インポージングな駅、出入り口の両側には、それぞれ数軒の店舗が付設され、株構造も当初から、将来の新たな建物を上方に設けられるように、設計されたが、実際に、事務棟が、駅舎上部に建設されたのは1960年代になってからであった。地下鉄網の最南端の駅として、モーデン駅は開業当初から、多数のバスが発着していた。 バス路線の行き先は、ロンドン南部のさらに郊外の地域やサリー州北部へと広がっている。初期には、ダービーステークスの日にエプソムへ向かうバスの主要な出発点であった。現在も多くのバス路線が、駅前のバス停留所から発着している。モーデニ駅への延伸線の建設以前、当時のロンドン電気鉄道は、1910年に、 ウィンブルドンサットン鉄道が計画したウィンブルドン・サットン間の区間を一部利用してサットン方面への延伸を実現したいと望んでいたこの計画を支持していた当時のメトロポリタンディストリクト鉄道は W&SR の株式の一部を保有しており新たに建設される路線を経由して列車を運行する権利を確保していたノースチームには 駅用地もすでに購入されていたが、結局のところ駅は建設されず、用地は従業員のスポーツ施設に転用された。その後、この用地は売却され、現在はセーンズベリーのスーパーマーケットになっている。第一次世界大戦の勃発によって、鉄道建設工事はできなくなったが、MDR は W&SR への支援を続け、1920年代、 はじめには MDR が W&SR の経営権を確保するに至っていた。MDR を所有していた当時のロンドン電気鉄道はシティロンドン鉄道の路線の一部について利用許諾を得ることも可能であった。この路線はモーデン駅から先へ地上に出て地下鉄の車両基地の近くを通りモーデンサウス駅付近で 現在のネットワークレールの直線区間に接続させるという構想であった。この構想では、現在のモーデン駅はノースモーデン、現在のモーデンサウス駅がサウスモーデンという名称になっていた。当時のサザン鉄道は、この路線が自社の営業地域を参色し、中心部へより直結したルートへ乗客が流れてしまうとして、この計画に反対した。 ラーと SR は C&SLR を猛電まで延伸させる代わりにラーが W&SR の路線に関する権利を放棄するという内容で合意に達した。こうして当初 W&SR が計画した路線はロンドン周辺では最後の鉄道幹線建設の一つとして SR によって建設され1930年1月5日に開業した。 一説によると、当初モーデン駅には、イーストフィンチリー駅にあるエリック・オーモニア・サクの伊手の像の彫刻とタイになる矢があったが、駅の開業直後に盗まれたのだという。しかし、イーストフィンチリー駅に地下鉄が開通したのは1939年であり、伊手の像が混流されたのは1940年のことであった。ノーザン線の南支線にある他の駅とは異なり、 モーデン駅はトンネル内に建設されていない。分類上は掘割駅であり、掘り下げられた扇形の敷地に設けられた駅の北側にはトンネルの入り口がすぐ北側に並んでいる。運行上の終点ではあるが、すぐ南に車両基地があり、プラットホームは東端式にはなっていない。駅構内を貫く3本の線路は、そのまま車両基地に伸びている。 駅にはプラットホームが3本あり、内2本が両側が線路の島式である。切符売り場のある玄関ホールからプラットホームへは階段で降りなければならない。ホームは東から西へ1番から5番まであり、2、3番ホームと4番、5番ホームが島式である。出発案内の表示では2番、4番、5番ホームのいずれかが用いられる。 駅の北側にあるトンネルは、全長は、バンクシ線経由で17.25マイルに及び、開業当時は、世界最長の地下鉄トンネルで、ギネスブックにも掲載されていた。1978年に、モスクワ地下鉄6号線に記録を破られ、現在は、世界の地下鉄トンネルの上位10カ所からは、落ちてしまっている。地下鉄、モーデン駅、 左手後方に見えるのは、マートン特別区シビックセンター。モーデニー駅で乗り継げるロンドンバスの路線は、80番、93番、118番、154番、157番、163番、164番、201番、293番、413番、470番、計5番、夜間バス N155 番である。 abcd マルチイヤーステーションエントリーエグジットフィギュアスロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャーユーセージデータロンドン交通局2015年3月31日閲覧 ab ローズダグラスザロンドンアンダーグラウンド A ダイアグラマティックヒストリーダグラスローズ i s b n 一から八五四一四二一九四シティサウスロンドンレールウェイアクト 1923国王の最下の日付は1923年8月2日、ナン、no. バー32850。ザ・ロンドンガゼット、3オーガスト1923、P5322、2007年10月2日、閲覧。httpww.arban75org w、ロンドン、イメージズ、モーデンロンドンウォークマイナス01。 .jpg 4番ホームに停車している電車には3番ホーム側からも乗車できるが乗り場表示では4番ホームとしか表示されない。ありがとうございます。